ティアゴ・カルドーゾ・メンデスは、ポルトガルビアなどカステロ出身の同国代表の元サッカー選手、サッカー指導者。単にティアゴとしても知られており、また、チアゴ・メンデスと表記されることもある。MF として攻撃的にも、守備的にも、両方の役割を務めることができ、イングランド、フランス、イタリア、スペインと欧州の主要4リーグを渡り歩いた。 ポルトガル代表としては2000年代の間で約60試合に出場し、FIFA ワールドカップに2度、UEFA 欧州選手権に1度参加している。ポルトガルビアナドカステロに生まれたティアゴは SC ブラガでプロキャリアを始めると、ちょうど19歳の時に定位置をつかみ27試合に出場し、4位でシーズンを終えることに貢献した。 翌2001から02シーズンも引き続き安定したプレーを披露していたところ2001年1月下旬に同リーグの強豪 SL ベンフィカへ同僚のアルマンドサ、リカルドローシャと共に引き抜かれたベンフィカでの初のフルシーズンとなった翌年はキャリア最高となる13得点を挙げ2位でシーズンを終えることに貢献しまたタッサでポルトガルで優勝したことで ライバルの FC ポルトによる歴史的な三冠達成を防ぐことに成功した。チェルシー2004年7月20日に移籍金1500万ユーロでチェルシー FC と契約を締結。これは同シーズンにジョゼモーリーニョ監督が獲得した6番目の選手となった。加入してすぐさま中心選手の一人となり、デビュー戦となった8月24日にアウェーのクリスタルパレス FC 戦で、 初得点を挙げ、リーグ優勝決定後の5月10日に、マンチェスターユナイテッド FC 戦で長距離から得点を挙げている。ティアゴは3人の中盤の一角として、クラブを支え、同シーズンのリーグ戦に4試合を除く34試合4得点を記録。全公式戦では51試合に出場し、フットボールリーグカップのタイトルを獲得。また、リーグ戦。 出場34試合中で敗戦したのは1試合のみと損失割合にすると2.94%で、これは最低20試合以上に出場した選手の中で最も低い割合だった。このように主力の一人としてスタンフォードブリッジでの生活は成功したかに思われたが、翌シーズンにオリンピックリオンからガーナ代表のマイケルエッシェンが加入した影響もあり、 ティアゴに2年目のシーズンの出場機会が訪れることはなかった。リオン2005年8月下旬に遺跡金1000万ユーロでリオンと4年契約を締結。モーリーニョ監督が後に自身がティアゴを手放したことは大きな間違いだったとインタビューで語るほどの活躍をフランス一部の舞台で見せることになる。エッシェンと入れ替わるような形で加入したリオンでの1。 シーズン目は、ジュニーニョ・ペルナンブカーのマーマドゥ、ディアルタ、フローラン・マルダラと共に中盤を形成し、主に守備的 MF の役割を務めた。UEFA チャンピオンズリーグ2005から06、PSV アイントホーフェンとのベスト16第2戦で2得点、2006年4月1日の、トロア AC 戦の決勝点など重要な場面で、得点を重ね、 リーグ戦で37試合7得点と優れたパフォーマンスを披露した結果、クラブの5連覇達成に貢献した。ディアンラがレアルマドリードへ移籍後の2シーズン目は、彼の代役として、ジェレミー・トゥラランと共に中盤でより重要な役割を果たすようになった。クープ・ドゥラリーグ決勝戦で FC ジロンダン・ボルドーに、試合終了間際に得点を許したことで、タイトル獲得には至らなかったものの、 リーグ戦は、再び制することに成功。公式戦40試合6得点を記録した。ユベントス2007年6月12日に、リオンのジャンミシェル・オラス会長は、ディアゴが、ユベントス FC か、AC ミランどちらかへ、移籍、つまり対談間近であることを語り、6月21日に、移籍金銭3 0 0万ユーロで正式に、ユベントスと契約を締結した。しかし、 加入1シーズン目はゴールドットコムが選定する最悪内積第3位に選出されるほど、そのパフォーマンスは批判された。2シーズン目開始時に、エバートン FC からシーズン終了までの期限付き移籍の提案がなされ、クラブ間合意に達したことで、プレミアリーグの舞台への復帰の機会を得たが、ティアゴ自身が残留を望み拒否したことで破談となった。そんな中、 遺跡史上の終了後に、ティアゴは、クラブの序盤にコッボリジリ会長を練習場のトイレに、閉じ込める事件を起こした。その後、クラウディオ・ラニエリ監督の下で連続で、先発起用されたことで地位を確立したかに思われた。矢先、2008年11月の、インテルナツィオナーレミラの戦で、試合開始からほどなくして、深刻な膝の負傷により、ピッチを後にし、2ヶ月の離脱を余儀なくされた。 1>, 1月の SS ラツィオ戦で復帰するも、ラニエリ監督は、モハメドシソッコと、新たに対等してきた若手のクラウディオ・マルキジオを、中盤中央の中心選手に据えていたため、この二人とさらにクリスティアーノ・ザネッティより、ティアゴの序列は、下となっていた。その後、シソッコとマルキジオが負傷したことで、再び先発の座を掴んだが、4月のイタリアダービーで一発、 退場したことやクリスティアン・ポール戦の存在も相まって以降の出場機会は限られた。2009から10シーズンになると、ジエゴフェリペメロと中盤の選手が加入し、さらにポジション争いが激化する中で、なかなか出番を得られず、チーロ・フェラーラ監督のもとでのリーグ前半戦の出場試合数がわずか7試合と再び控えの状態となった。 アトレティコ・マドリード2010年1月8日に、買い取りオプション付きでアトレティコ・マドリードへシーズン、終了までの期限付き移籍が決定。ベンフィカ時代の同僚シモン・サブローザと再会を果たした。アトレティコでは、加入してすぐさま、ラウール・ガルシアからポジションを奪い、キケ・フローレス監督の下で主力として、リーグ戦18試合とカップ戦5試合に出場し、 チームの副長とコパデルレー決勝進出に一役、勝った。1月21日に、コパデルレーのセルタデビー5戦で実に3シーズンぶりとなる得点を挙げている。また、クラブは UEFA ヨーロッパリーグ2009から10を制しているが、ユベントス在籍時に UEFA チャンピオンズリーグ2009から10に出場していたため出場資格がなかった。2009から10シーズン終了後に、 アトレティコへの完全移籍を希望するも、最終的に再度シーズン終了までの期限付き移籍が決定。2010から11シーズンも、昨シーズンと同様に、ラウール・ガルシアを抑え主力としてプレーし、マラが CF 戦での2得点を含めリーグ戦で4得点を記録。UEFA ヨーロッパリーグ2011から123次予選の出場権獲得に貢献した。 ユベントスとの契約解除を経て、2011年7月20日に、アトレティコへ2年契約で完全移籍を果たした。2011から12シーズン途中に、グレゴリオ・マンサーの監督からディエゴ・シメオネ監督に、交代後も変わらず、主力として起用され UEFA ヨーロッパリーグ2011から12、決勝進出に貢献するも、バレンシア CF との準決勝、第2戦で、 ロベルト・ソルダードに対する行為から一発退場処分となり、ブカレストで優勝が決定した瞬間をピッチ上で味わえなかった。2016から2017シーズンは怪我の影響もあり、公式戦15試合の出場にとどまり1ゴールを記録した。ラリーが最終節アスレティックビルバオ戦で先発出場を果たし後半43分までの出場となった。その試合を最後に、 現役引退をした。同試合は、アトレティコのホームスタジアムであったビセンテカルデロンでの公式戦最後の試合で、交代時にティアゴはスタンディングオベーションで送られた。2017から2018シーズンからは、アトレティコのアシスタントコーチに就任。ポルトガルの世代別代表を経て、2002年11月にスコットランドとの親善試合で A 代表初出場を飾った。 以降を定期的に招集され、UEFA ユーロ2004のメンバーに選出された、ものの出番は訪れなかった。フランスにプレーの場を移して、以降、中盤のポジションをつかみ、2006FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選突破に貢献。背番号19を付け出場した、本大会では、負傷でたびたび試合を欠場したデコに代わり出場し、 フランスとの準決勝まで5試合に出場した。2007年3月のセルビア戦で代表初得点を挙げ、同試合の最優秀選手に選出される活躍を見せたが、クラブでの不調の影響もあり UEFA ユーロ2008のメンバーから落選した。以降、しばらく遠ざかっていたが2008年11月に代表復帰を果たした。2010FIFA ワールドカップではメンバーに選出された。 初戦のコートジボワール戦はデコに代わり後半からの出場だったが、第2戦の北朝鮮戦でデコを控えに追いやり、先発起用されると2得点を挙げた。以降、ベスト16のスペイン戦まで先発起用された。2011年1月17日に若手にチャンスを与えたいという理由から代表引退を表明。代表通算58試合3得点を記録した。 2014年10月、新たに監督に就任したフェルナンド・サントスによって4年ぶりに代表に招集され、復帰した。2017から2018シーズンから、アトレティコのアシスタントコーチに就任し、シメオネ監督の下で指導者としての道をスタートさせた。2020から21シーズンから、ビトーリア・ギマランイスの監督を務める。ありがとうございます。